FM アーキチャットを始めたいと思います。はい、皆さんお疲れ様です。海田アーキテクツの中村哲と。皆さんお疲れ様です。マイクロディベロップメントデザインの守屋です。よろしくお願いします。久々の収録になりましたね。そうですね、また結構間が空いてしまっちゃいましたね、ましたね。あ、でもなんかだいぶあのチャンネル登録者数が増えましたね。もうすぐ1000人、いやー嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと周りの人にもね進めてもらえたら嬉しいですね、あ、そうですね、1000人に向けて、はい。で早速今回の話なんですけど、前回にあのプレゼンの動画撮ってたなと思うんですけど、その中で守屋さんの方から、今はね iPad があるからなんか昔よりプレゼンの資料とか作るの簡単になったよねみたいな話があったかと思うんですけど、まあ、そういった話の中で、まあ、学生さんからね iPad を使って、まあ、どんな感じで図面とかねパースとか、まあ、ダイアグラムとかそういったものを作ってるのかちょっと見せてほしいですっていうコメントをいただいたので、はい、今回、ね、ありがとうございます、ありがとうございます。守屋さんにね伝授していただこうかと、はい、いやいやいや、いうふうに私も使ってこなせてないんで、はい、ちょっと教えてもらえたらなというふうに思っております。了解です。やりましょう、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ちなみに最初にスペックで言うとこれですね、 iPad Pro の11インチ、ちっちゃい方ですね。ちっちゃい方。ちっちゃい方ですね。なんか大きいの迷ったんですけど、結構重たくて大変だなと思って、ちっちゃい方。これね。重いですね。重い。あ、でっかい方ですか？でっかい方。うん、重いですよね。結構、うん。そうなんですよ。なんで僕は全然11で、音足りましたね。でもこれがこうくっつくっていうので、あ、もう買おうっていうんで買いました。いいよね。それで充電できる。いや、本当に意外となくさないですね。当時11万とかそれぐらいしたんですけど、あれですね、エアーが出たんで、多分昔よりなんか手に入れやすくなったなと思って。そうですね。なのでいろんな人に勧めてます。ぜひ皆さん、はい、持ってみてはどうでしょうか。よし。僕の今 iPad の画面を共有してるんですけど、はい、よく使ってるアプリとしてはスケッチのアプリですね、はいはい、この、鉛筆の書いてある、LINE の右のやつね、右のやつですね、これですね、スケッチーズ使ってます、はいはいはい、でスケッチーズ、ちょっとリンクとかもしよかったら入れてもらえると、で結構これはスケッチ用のアプリになっていて、まあ、単純に開くとこうペンがあって、なんかいろいろ書けるっていう、あと水彩とかもできますっていうので、こういう色をつけるで、あとこれがレイヤー変えれるんで、上のレイヤーロックしながら下にいろいろ描けるみたいな、なるほど、でいくので、結構フォトショーの手書き版みたいな感じでも持ってもらえるといいのかなっていうので、それがなんかこうペンでできるんですごい直感的だなと思って、なるほど、すごくいいとこですね、それを結構使ってるんですね。これを結構使ってます。で、結構絵とか描くときとか、こうスライスとかあるんですけど、これでちっちゃくして、拡大縮小もできたりとか、あとコピペもできるんで、そういう意味ではめっちゃ便利ですね。なるほど、で、ちょっとどんな感じで使うかっていうので言うと、じゃあないとな、図面とかで、結構空き家の改修とかやるときに、これも iPad 持って行って、その場でこう描いていくんですけど、まあ、それをなんか下書きしたのを清書したりとかして、でまあこういう状態にすることもできますし、でこの後にレイヤーをちょっと変えて、まあこういうふうにこういうふうにしたいなみたいなのを手書きで書いていくとかもできるので、結構図面書くときとかその場でイメージを共有するのにも使えるので便利です、なるほど、家具とかね入れたりね、そうですね、してるってことですよね、なんでエスケースとしても使ってるような感じですね、なるほど、はい、であとはダイアグラムとか書くときにこういうポンチ絵みたいな書くときとかも、このペンツールとかで、まあ、こういう木とかを書いて、なんかこういうのも結構ペンもあれですよね、直感的に書けますよね、で個人的に便利だなとか思ってるのは、なんかあのフォトショーの時に僕も結構いろいろ使うと、なんか消しゴムがすごいマウスってやりにくいなと思ったんですよ、でもなんかペンだとすごい直感的なんで、こう色を抜いていくみたいなのがめっちゃ早い、楽なんだ、楽ですね、確かに、でこうやるとこういう木が描けるみたいなのが、っていうとなんかこの今までこのクリックしてたのが全部ペンでシュッシュッシュッって切るんで、それがめちゃくちゃ便利ですね。でこう戻せたりとかっていうのもやっぱいいですし、ちょっとじゃあ手が込んでくるようになるとこういうもの描いたりとかもしてますね、
これ書いたのは、ビルの一棟改修のちょっと企画をしてほしいっていうのを言われて、うん、まあ、ビル全体どういう使い方をしたいかみたいなのを、まあ、ヒアリングして、でその次提案を持っていくときに、まあ、図面でもラフで持っていったんですけど、この上下関係がどうなっているとか、実際に使い方どんなことができるかみたいなのを資料でこういう、まあ、ちょっと悪染め的なものを手書きで書いたりとかしてました。でこれとかも結構全部レイヤーで分けていて、うん、一番最初はこんな感じの主体ですね、うん、でこう拡大とかもできるので、うん、細かいところも全部これで拡大して書いてみたいなのやるので、うんうんうん、なんかそういう意味でディスプレイのサイズ小さくてもいいかなとか思ってました、はい、うん、確かに、うん、でこれに対してレイヤーで変えて、このテクスチャーですね、うん、多分この辺ちょっと入るのが、うん、ちょっと、うんうん、フローリングとかね、うん、そうですね、この辺とかも、うん、はいはい、テクスチャーを入れてみたりとか、はい、あとはレイヤーですね、こっちの縦の補助線を変えたりとか、うん、この辺もレイヤーで分けてるので、うん、いるかないらないかなっていう検討が、うん、手書きだと書いちゃうと終わっちゃうんですけど、うん、結構自由にできますね。でその後に下の方のレイヤーに、まあ、この色彩をつけたり、うん、で着彩もこれは床とかを塗るだけのレイヤーにしてるんですけど、うん、その後の点形を入れるレイヤーとか、今これ照明を入れてますね、入れるレイヤーだったりとかを分けると結構失敗がなく描けたりとか、うん、しますね。で最後にここは何なのかっていうようなキャプションを書くレイヤーみたいなのを入れて一つ出来上がりで、でこれをそのまんまこの外で書き出しっていうのがあるんで、うん、そうするとこの画像に保存っていうのをやると、うん、これで画像保存できちゃうので、うんうん、このままクライアントさんに送って打ち合わせ終わりみたいな感じとか、うんうん、なるほどね、スライドに貼るみたいな、うん、そんな使い方をしてます。この色が、はい、じゃあ3階で言うと、はい、緑の部分と茶色っぽい部分って分かれてるじゃないですか、うん、分かれてますね。これフォトショーだと選択ツールみたいなものになって、はい、緑とかやると思うんですけど、はい、なんかこういうところの色の塗り、はい、例えばテントは塗らないって、うん、塗ってないですよね。塗ってないですね。簡単にできるものですか。あ、結構簡単ですね。なんかこれも僕は一回塗っちゃうんですけど、先に最初にじゃあこのテントのとこで言うと、さっき奥が茶色だったんですかね。うん、そうですね、で結構もうざっくり塗っちゃうんですけど、あ、なるほどね、でこういう角っこだけちょっと濃くして影っぽくするみたいので、うん、やった後に今度消しゴムにして、うん、ここを消していくみたいな。なるほど。でこれもなんか選択するより全然やっぱ早いですね。なんかペンで描けるんで、うん、こういう風に消していくっていうのをやってます。なるほどね。うん、塗って消していった方が早いし楽です、ね、早いです。そうですね、うん、なんかフォトショーはその最初に選択をするっていうのが、うん、結構僕はなんかあれが億劫だったの で、うん、 そうですね、それが結構大変ですよね。大変。あとペンの太さも変えれるんで、うん、こう細くして、うん、でひとまず外側の外径だけをこう抜いて、うん、でその後ペンを右側でこうスライダーがあるんですけど、うん、ちっちゃいのにして、その後この点検のところをひたすらこうペンで入っていくっていうとめっちゃ早い、うん、あ、この方が楽だね。圧倒的に圧倒的に楽ですね。多分 3、4倍速、確か5倍速とか、うんうん、それぐらいですね。でこう書いていく。なるほど、うん、こんな感じですね。なるほど、うん、テントも、うんうんうん。でこっちの色分けとかの時はなんか失敗したくない時は、うん、もう一個レイヤーを作って、うん、別のレイヤーでね、はい、うん、でこの色分けのとこですね、うん、の反対側を塗っていき、うん、でこれも同様に消していくようなプロセスで、で最後これを合わせて一つのレイヤーに結合するみたいな、うん、もしくはまあ結合しないでもいいんですけど、うんうん、ってやると、まあ、ここの茶色と緑がぶつからないでできるっていうのがすごい便利なところかなと思って、結構直感的にいけるんで、うん、なんか多少はみ出したりとかしてるけどでも、うん、まあ、なんとなく修正できたりとか、うんうん、確かに、うん、このペンの持ち替えとかもそんなにしないでいいんで楽ですね。あとカフェとかでも、うん、この iPad を置けるスペースだけあれば作業できるんで、うん、でここでこう重ねるとレイヤーを結合して、すごい楽だね。
で結合すると、うん、これで一つのレイヤーになる、うん、なるほど、はい、でちなみにこれのレイヤーも、うん、やっぱ蒸散とか明るくするとかあるんで、うんうん、あと不透明度とかも選べるんですよ、うん、なのでこれで後で調整し色味を調整したりとかもできますね、うんうんうん、なるほど、はい、そんな形でかなり多分早く着彩いいですね、味が出るし、うんますねうんうん、手書きが得意な人はぜひ試してみてほしいですね、うんはい、おすすめです、うん、であとちょっと別の方法で使い方で言うと、パースとかにペンキを入れるときも、うん、意外とこの手書きで書いちゃった方がいいのかもしれないと思っていて、うん、でこれちょっと最近やったゲストハウスなんですけど、うんまあ、パースはスケッチアップとか、うん、で V レイで書き出しかな下物にこう手書きで細かい典型とか人とかを入れると、うんこうまあ、スピードも速くかつなんか雰囲気出るようなもので書けたりしますね、うん、なるほど、うんでこれとかも元の画像はこれですね、うんうん、この状態に最初に人のいない絵を入れて、まあ、ベッドとかを描いた後にちょっと人をこんな感じで使うかなっていうのでそこに人の部分だけ白くちょっと半透明で色をつけてこれも全部白にするとこういう状態 でこれをちょっと不透明度をいじって一番良さそうなレベルに調整して作るっていうのをやってます、うんいいですね、雰囲気が、うんねうん、という形なので、はい、このアプリはおすすめです何でしたっけスケッチーズスケッチーズですね、はい、出しとこうここに、うんうんうん、画面のところに出しておきます、うん、はい、ぜひぜひ使ってみてください、はい、確かに学生の時にこれがあったら結構早かったかもしれないですよね、うん、早かったですねなんか表現の幅も広がりそうですし、うんうんうん、もしこれを今のフォトショーでやろうと思ったらまずスケッチをするじゃないですか、はい、でスキャンしてパソコンに取り込みますよね、うんうんはい、スキャンも影とか出ちゃったり、うん、うまく取り込めなかったりして、うん、ちょっと汚い部分とかを消して、うん、で色つけるために選択をしてって色をつけていくみたいな、うんはいはい、今はもうこれ見せられるとそのフォトショーで当たり前にやってた作業って結構手間だったなって、うん、いやー確かにそうですね、うんあの紙も書いてたら端っこ足んなくなって継ぎ足しをしてみたいな、ね、でそのラインを後でフォトセ消してみたいな、うんうん、それ全部いらなくなりますねそうね、うん、さっきの、うん、いるかいらないか分かんない線をレイヤー変えとくって、うんまあ、なんかイラストレーターとかでやれば当たり前なんだけど手書きってそれができないから、うん、書いといてプレゼンテーションの時にあやっぱいらないと思ったらフォトショーにもまた戻して消しゴムで消すみたいな、はいうん、いややってましたねやってましたなんかそう考えたらレイヤーも作れて感覚的に書ける、うんうんうん、なんですかねプレゼンテーションのソフトとしてかなり使いやすそうだなと思いましたね、うんはい、どうですかね使い方分かったかな、ね、分かりましたかね学生さん変わったらいいなと思っています、うん、なんか他にもいろいろこういうツールあったらいいですよとか、うん、これおすすめですとか、うんうん、逆になんかそういう情報をもらってここで伝えるのもありですね あそうですねこのアプリですよと最近あのうちにバイトで来てもらってる子が、うん、あのファーストの中の典型を iPhone で書いてますって子がいて、iPhone で書いてる指で、とかあの画像の編集を iPhone でやってますって子が、うんうんいやもう時代だなと思って、うん、やっぱいいアプリとかなんかそういう情報はなんか社会人になっても欲しいですよ、ねうん、そうですね本当に、うん、だってそれ仕事で今使ってるわけですもんね、うんうん、ですね使ってますね、うん、なんでそういう新しい情報もお待ちしていますはいいただけたら嬉しいですはい、はい、ということで本日の FM アーキチャット終わりたいと思いますはいこの動画が面白いと思ったらぜひグッドボタンコメントチャンネル登録よろしくお願いしますお願いしますということで、お疲れ様でしたお疲れ様でした